ルネド・シャロンは、オランジュお及び、ホラント州、ゼーラント州、ユトレヒト州、ヘルダーラント州の総督。ナッサウ家の最初のオラニエ公であり、オラニエ・ナッサウ家の外みなされることもある。一般に外される、ウィレム一世のいとこである。ブレダ領主ヘンドリック三世、ファン・ナッサウ・ブレダと二番目の妻クローディアとシャロンの一人息子として生まれた。ドイツ語名はレナーツ。ス。 母方のオジフィリベールド・シャロンは、シャロン家最後のオランジ公だった。フィリベールが1530年に、死しなしに死去したため、ルネは、シャロンの加盟と紋章を用いることを条件に、オランジ公領や、フランシュコンテの書領を相続した。一方、父から、ナッサウ家のライン川佐岩を呼び、ネーデルラントの書領も相続している。1540年、ルネは、 ロレーヌ公、アントワーヌの娘アンヌと、ロレーヌ公国のバルイコールルイコールデュックで結婚した。二人の間の一人娘マリーは、生後三週間で死亡し、他に子は生まれなかった。シャロン家は代々ブルゴーニュ公の定身として使え、ルネもブルゴーニュ公である神聖ローマ皇帝カール五世に、使えた。第四次イタリア戦争にも参陣したが、 1544年のサンビジエの包囲戦の最中にに25歳で戦死した。ルネは生前、カール5世の遺行により、父方の王子ナッサウ・ディレンブルク博、ビルヘルムの長男ビルヘルムを相続人に定めていた。カール5世が万が一の際に、ルネの財産が、プロテスタントのディレンブルク博に渡ることを好まず、その子供であれば回収も容易であると考えたためで、ある。 実際に、ルネが、不慮の死を遂げたことで、オランジュ校領やネーデルラントの所領などはすべて、この11歳の重帝が相続した。小賀博と、わけ、チェッリーニ事伝、上位波な文庫、1993年、131から132ページ。ありがとうございます。